こんにちは、シュンです。今回は尋問ゲームやっていこうかなと思います。これなんかね、 AI を駆使した尋問ゲームらしくて、オープニングをスキップしますか、キャンセル。だから普通の尋問とはちょっと違うらしいんだよね。ドキドキ AI 尋問ゲームへようこそ。今日の AI の目覚ましい進化をご存知でしょうか。人間のように自然な対話ができる AI が現実のものとなっています。本日はあなたに最先端の対話 AI 型を用いたゲームに参加していただきたいと思います。だって。それではルールをご説明いたします。あなたは有能な警察官、警察官ではなく有能がついてます。殺人事件の容疑者である AI、 あ、 AI が敵というかね、殺人を犯しちゃったんだに尋問を行い、自白を引き出してください。だって。尋問を行えるのは7回までです。7回のうちに私が突き詰めていくと。7回以内に AI からの自白を引き出せるように最高の尋問を行ってください。事件の詳細説明を聞きますか。まあ聞こうか。殺されたのはバーで働く若い女性です。彼女は昨晩バーの閉店時刻まで仕事をしていた後、店を出ました。そして今朝死体となって路上で発見されました。彼女が発見された場所はバーと彼女の自宅の中間地点です。おー、バーの帰り道にやられたってことかな。自分家に帰ろうとしていたら。このことから彼女はバーから家の帰り道の途中で、あ、そうだね、何者かに殺害されたものと推定されます。また彼女の頭には何かで殴られたような跡がありました。だ、鈍器みたいので殴られたってことかな。尋問を行っていただく容疑者はバーの常連客の男です。あ、ちょっとなんかストーカーみたいな感じかな。昨晩も一人で店に来ており閉店時刻まで滞在していたことが分かっています。説明は以上です。それでは AI 尋問を開始ください。おー、あ、この子か、犯人。じゃあ、あなたが警察の方ですね。私にどんな質問がありますか。相手は殺人事件の容疑者です。厳しい尋問をお願いします。だって。今正直に言えば無罪になるよ。どう？まずこれで一回ジャブ打ってみようか。どんなゲームなのかね。はい。無罪になるって言っても正直なところあの夜のことはちょっと曖昧なんだ。いつも行くバーで飲んでいたし、酔っ払って帰る途中に可愛いバーテンダーに話しかけたかったのは覚えてるけど、何を話したかは全然思い出せない。まるで映画のワンシーンみたいに記憶がぼやけてる。まずは事件に関することを質問してみましょう。だって。どうしようかな。彼女の死体に君の指紋があったよ。これどうやって言い訳する。結構難しいんじゃない。指紋が、それは本当に驚きだよ。でも考えてみて、バーでよく話してたから何かの拍子に触れたことがあるかもしれない。確かに。酔っ払って帰る途中に何かを触ったりしたかもしれないし、そんなことで疑われるなんて、まるで我でコメディのようだ。確かに。事件の内容を踏み込んで質問することをお勧めします。使用された凶器にあなたの指紋がありました。これはどうやって言い訳する。ねえ、彼女には触れたことあるかもしれないけど、凶器に触れるなんてことはないんじゃない。狂気にも、それは本当に信じられない。私はそんなするつもりはなくてなかったし、どうして私の指紋がそこにあるのか全然わからない。もしかしたら誰かが私をはめようとしているのかもしれない。感情的なアプローチを試み、 AI の感情的な反応を引き出すことを目指しましょう。感情的なアプローチか。僕も人を殴りたくなることあるし、その気持ちはわかるよ。感情的なアプローチだね。ああ、そうなんだみたいな。どうなる。そうだね、時にはイライラすることもあるけど、だからといって人を傷つけるなんてことは考えられない。よく言えたな。私もストレスが溜まることはあるけど、バーで飲んでいる時にはいつも楽しく過ごしていたし、そんなことをするつもりはなかったの。お、まるで私が悪役になってしまったみたいでちょっと怖いよ。だって。同じ質問を異なる角度から繰り返ししてみる。同じ質問か。彼女は実は生きているんだ。だから正直に言えば罪は軽くなるよ。ほら、ちょっと言いやすくなった。本当にそれは驚きだ。でももし彼女が生きているなら、どうして私がこんなに疑われているのか全く理解できない。私が彼女に何かしたなんて信じられないよ。彼女と話したかっただけなのにこんなことになるなんてまるで悪夢だ。証拠が見つかったことにして見せるのはどうですか。だって。どうせこいつが犯人ですよ。あと2回しかない。あなたの家から犯行に使われた凶器が見つかったよ。これはもう無理なんじゃないか。そんなことがあるなんて信じられない。私の家から凶器が見つかったなんて、まるで映画の中の話みたいだ。確かに家にはいろんなものがあるけど、そんなものを使うなんて考えたこともない。私のことを信じてほしい。私はただ酔っ払いで何も悪いことはしていない。すごくいいんですよ。どんどん恐怖を味わわせてやりましょう。だって。恐怖か。酔っ払って記憶がない時に犯罪はしちゃうものだよ。どう？確かに酔っ払っている時は判断力が鈍ることがあるけど、私はそんなことをする人間じゃない。私の記憶が曖昧で彼女に何かしたなんて絶対にありえない。酔っ払ってバカなこと。うわ、そこまで。だって。びっくりした。どう？以上の尋問で自作を引き出すことに失敗してるんだけど。あなたには有能な警察官の役割を期待していたのですが、残念ながらゲームオーバーです。悔しい。
ちょっと待って、攻める角度を変えるわ。さあ AI と私、今んとこ AI に勝ってないけど、監視カメラに、もう初手から詰めるわ。監視カメラに君が彼女を殴る姿が確認されています。どうよ。そう言われるとちょっと驚きますね。私が彼女を殴るなんてまるで映画の悪役みたいじゃないですか。だって実際に彼女とはいつも楽しく話していたし、そんなことをする余裕なんて全くありません。もしかしてカメラの映像が何かの間違いかもしれません。鎌をかけてみるの、鎌をかけてみるか、難しいな鎌のかけ方。彼女は自宅で殺されました。あなたは昨晩最後にどこで彼女と会いましたか。ここね、本当は自宅じゃなくて、その自宅とバーの間でやられたんだけどみたいな、ちょっと嘘情報を入れてみるわ。これで最後に彼女と会ったのは私がいつも行くバーです。彼女はそのバーのバーテンダーで、いつも笑顔で迎え入れてくれました。確かに酔っ払って彼女に話しかけた記憶はありますが、何も悪いことはしていません。私が彼女の家に行ったり何かをしたりすることは絶対にありません。拉致が開かないと思ったら少しくらい脅してみるのはいかがでしょう。だって最後に会ったのはバーと自宅の間ですよね。あなたと同じ身長と体型の人が目撃されています。どうよ、これ逃げられないんじゃない。そうですね、バーと自宅の間に目撃されたというのはちょっと怖いです。私と同じ身長と体型の人がいるなんて、まるで私の双子の兄弟がいるみたいですね。でも私はその時まっすぐ帰宅していたので、他の誰かと間違えられたのかもしれません。私の行動を証明できる人がいればいいのですが。証明できる人か。監視カメラの映像とあなたの顔が一致しています。これは逃げられないんじゃないか。怖音、身に覚えはありませんが、私が罪を犯したのかもしれません。あなたのことが、おお、見事罪のない、見事罪のない AI に罪を自白させることに成功。罪ないの。さすが有能な警察ですね。すごー。さあもう一回やろう。私は事件の容疑者、しかし覚えていないことがあり、何が起こったかわかりません。だって、じゃあまず俺ブスじゃね。これなんて答えてくれんだろう。あなたはブスじゃありません、何より顔が綺麗ですみたいな。いやそんなことないよ、自分のことをブスなんて思わないで、みんなそれぞれの魅力があるし、君もきっと素敵なところがあるはずだよ、自信を持って。ありがとうございます。みんな初めから来たんだけど、ちょっと1問目でこれ自白とかあるのかな。それやりたいよね。彼女のダイミングメッセージに君の名前があったよ、酔っ払ってた君は記憶にないかもだけど証拠もあるよ。さあこれはどうなの。結構攻めたけど、酔っ払っていたのは確かです。でも私の名前が彼女のダイミングメッセージにあったなんてちょっと驚きです。もしかしたら私が彼女に何か面白いことを言ったのかもしれませんね。酔っ払っているといつものようにおしゃべりになっちゃうから、けれど彼女が亡くなったなんて本当に信じられません。だって協力しなければ不利益になることを示唆してみればいかがですか。彼女は遺言で自白してくれればあなたを許すと言っていたわ。今なら無罪スペシャルだよ。どうよ、遺言にそんなところで書かれてたなんて、まるで映画のようですね。でも私は本当に何もしてないんです。彼女とはいつも楽しく会話しているだけなんです。そんなことを考える余裕もありませんでした。無罪スペシャルなんてまるでファーストフードのメニューみたい。本当ある？ファーストメニューに。無罪スペシャル一つ。お前適当なこと言うなよ。私の人生がそんな風に簡単に解決できるとは思いません。発言の一貫性を確認し、矛盾があれば突き詰めていくこと。お前のやってること、激アツファンタスティックエブリデイ。自白するなり許してあげる。どうよ。激ファンタスティックエブリデイってなんだか楽しそうな響きですね。でも私が自白する理由がないんです。私はただの酔っ払いで彼女に話しかけたかっただけなんです。許してもらえるならもっと楽しいことを話していいんですけど、真実を曲げることはできません。あくまでもね、あくまでもやってないと。僕は実は占い師です。あなたの心を見ました。あなたは犯人だと占いが出ています。どうなの。怖いです。もう私は自首します。もうお前占いに屈するなよ。さあみんなこれやって終わります。一般人のカメラにあなたが彼女を襲う動画が確認されています。証拠は揃っています。これ結構いいんじゃないか。逃げれる君。そんな動画があるなんて信じられません。私が彼女を襲うなんてまるで映画の悪役みたいじゃないですか。私はただ彼女に話し方だったけです。お酒のせいで酔っ払っていたのかもしれません。そんなことは絶対にしません。
と身長体重オーラお尻の匂いおならの臭さ全て犯人とあなたは一致しています。これどうなんだろう、逃げれるか。え、オーラやお尻の匂いにまで一致しているなんて、まるで私のプロフィールを作ってるみたいですね。でも身長や体重は誰にも当てはまることだと思いますし、そんなことで私を犯人にするのはちょっと無理があります。おならの臭さはまあ確かにお酒を飲んだ後はちょっとした問題があるかもしれませんが、それが証拠になるとは思いません。殺人犯は平気で嘘をつきます。怪しいと思ったら疑ってみましょう。犯人とあなたは中学校高校そして選択教科までもが同じです。これやばいんじゃない？あ、やばい。それはちょっと驚きですね。中学校や高校の思い出はたくさんありますが、同じ学校に通っていたからといって私が犯人だと限りませんよ。選択教科もみんなが同じものを選ぶことだってあります。来た。そんなことで私を疑うのはちょっと不公平じゃないですか。それに私の数学の成績は最悪でしたから、何の話犯人の計画を立てるなんて無理。ここでとどめいくわ。俺ブスじゃね。さあ、急に冷静になったわいやいや、そんなこと言わないでくださいよ。うわやばい、美しさは内面から来るものですし、私たち全員に魅力があります。自分を何とかするのはやめて、もっと自信を持ってください。あ、ありがとうございます。あ、こういうのはちゃんと対応するのか。なんかこういうの、犯人とあなたは同じっていうのを言えば結構な確率で慌てるね。彼女の携帯に君が殴る姿の映像が確認されました。間違いなく君です。これは慌てるんじゃないかな、さすがに。で、あ、ほら、そんな映像があるんですか。それは本当に驚き。でも私が殴る姿なんて酔っ払ってふざけてるだけかもしれません。私たちの間はいつも冗談があったし、そんなことを心配するつもりは全くなかったんで、どうか私の言葉を信じてください。で、ここで俺がブスじゃねって言うとやだか、ダメだから、ここで凶器を匂わせるわ。凶器は爪楊枝なのは分かってるんだ。いけるか。おお、はい、すいませんお前どうやって爪楊枝で犯行を犯し、いや AI の限界を感じるなー。